こんにちは。菅厚子作大聖堂ままでの5回目をお送りします。やがては1962年の第2バチカン公会議に発展する教会の刷新運動の直接の母体となったのがもとはといえばペギーに流れを発した「 フランスのカトリック左派と呼ばれたグループの思想だったわけだがシャルトルへの巡礼はその運動のデマゴジックな表現の一つでもあった見えない象を大勢で撫でるように日本での学生時代にその運動の輪郭を手探りしていた私はこの巡礼に参加することでいよいよ本物の象の表情ぐらいは つかかかめるかもしれないと期待は大きかった初めてのヨーロッパは日本で予想ししていたたよりずっっと厳しかった言葉の壁はもちろん私を苦しめたがそれよりも根本的なのはこの国の人たちのものの考え方の文法のようなものへの手がかりがつかめないことだった。 自分と同じぐらいの年齢で自分に似た知的な問題を抱えているフランス人との対話がいや対話だけでなく出会いさえがパリの自分には全く拒まれているように思えて私は苛立っていた「大学での比較文学の講義の楽しみとは別にこればかりは自分の手で探り当てなければどうしようもない。 シャルトルトへののの巡礼は、そんななな気持ちの中で一つの抜け道になるかもしれなかった。夕食後に集合した大聖堂前の広場でモニックが一応仲間たちに紹介はしてくれたが懐中電灯で顔を照らし合ったほど辺りは暗かったから紹介されたとは言ってもお互いがどんな人間かわかるはずはなかった。 たとえ顔が見えたとしても日本人に引き合わされて興味を示すような学生はその頃のパリの大学には全く稀にしかいなかったからとても話が弾むところまではいかないのも分かっていた巡礼の出発から解散までの丸二日間私はまるでモニックの盲腸みたいにできるだけ邪魔にならないようにするのが精一杯で。 黙々とただ彼女の後をついて歩いた広場はリュックを肩に物々しい巡礼自宅の学生でいっぱいになった寝袋を巻きつけたリュックには2日分の食料といってもハムとかチーズを挟んだあの皮のカリカリしたフランスパンのサンドイッチぐらいのものだったがそれと 瓶に入れた飲料水と喉が渇いた時にかじるレモンが数個夜は寒いかもしれないので厚手のセーターなどが入っているサンドイッチなんて面倒くさいという男の子連中は大抵あのパリ特有の長いパンをそのまま23本リュックに立てて入れていた普段は静かな 町や村の経済にパニックを招いてはいけないからという理由で通り道で食料は買わないことになっていたいつもは大学でしか会わない仲間にこんな時間こんな服装で話していることに皆の心がざわめいていて「やあ」と後から来た子にかける声も少し上ずって聞こえた。 広場を囲んだ窓窓の明かりの下で、静かな夕食後の時間を過ごしている家族が、いつもと変わらない話をしているのが信じられないほど、広場の私たちはすべてから自由だった。今日はここまでといたします。ありがとうございました。